ワルワーラブブノワは、ロシア帝国出身の美術家。日本で創作活動の傍ら、ロシア語、ロシア文学教師としても活躍した。日本の洋楽洋蘭記に貢献した、オノアンナの実施である。二人は共に、戦前から戦後復興期の日本において、芸術家、教育者として活躍した。サンクトペテルブルクの上流市民に生まれる。語学と文芸を愛好する。 貴族階層出身の母親の影響で少女時代からピアノと美術を学ぶ。1907年にペテルブルク提出美術アカデミーに入学。1914年に卒業後はペテルブルクの女子校において美術教師を、その後はモスクワの博物館において研究員を務めた。ロシア革命前後からロバの尻尾導人としてロシアアバンギャルド美術部門の進行に加わった。 ソ連建国後は美術研究所の講師や学芸員を務めながら地道に制作活動を続けていたが、1921年に妹アンナにより日課研に出展された油絵が入選作品となったのを機に、翌1922年に母親を連れて来日した。1924年より、早稲田大学文学部、1927年により、 東京外国語学校のそれぞれロシア語非常勤講師に就任。1927年には白系ロシア人のゴロウシチコフと結婚した。1946年に早稲田大学にロシア文学科が再開されると教団への復帰を果たしている。1955年には北海道大学の書き講座を主催した後、1956年からは 日ソ学院のロシア語、ロシア文学講師にもついた。1958年2月に、日本橋の白木屋において、画業50年記念展が催されたのを見届けると、一切の公職から退き、ソ連に帰国。後に、妹アンナも帰国した。アブハジアのスフミに教科前、翌年より、ソ連美術家同盟会員として、制作活動を始め、以降、トビリシスフミ、 モスクは、レニングラードで個展を開いた。1979年に、妹アンナが、スフミにて他界すると、レニングラードに転し、予勢を送った。1981年には、生誕90周年記念展覧会が、レニングラードで模様され、1982年には、日本政府より訓四等法鑑賞を送られている。もともとブブノワは、油彩画家だったが、来日して、 日本の振興画団と交流を深めるうち、版画やレトグラフに表現の可能性を乱すようになった。戦後には、宗形志向主催の日本版画院にも参加し、宗形からも高い評価を勝ち得ている。また、戦前から、挿絵画家や装丁家としても活動を続けていた。これらの分野の活動は、ソ連に帰国後も引き続き取り組んでいた。ブルーノタウトが来日した際には、 語学力と豊かな教養を買われて通訳を務めたと言われる。2008年夏、ブブノワが描いた遺婚、すべての悲しむ者の,の遺者が発見された。これは、鈴木道隆が1925年9月の西京時報に関東大震災による火災と破壊で遺婚を失ったニコライ堂にブブノワが遺婚を堅納したとの記事を発見したことをきっかけに仙台の主教、 セラフィム辻久さのボルがニコライドの倉庫を探索して発見したものである。イコンを描いたということはブブノワは聖教徒であったと考えられる。ブブノワは聖教徒ではなく共産主義者だったので熱心な聖教徒であったオノアンナのために描いた可能性がある。が、前映画家であるブブノワが伝統的なイコンをなぜ描いたのかは謎である。鈴木道隆は アバンギャルドの遺恨として、極めて重要な作品となる可能性があると述べている。この遺恨作品は、2016年現在、仙台ハリストス聖教会の新都会館ホールに置かれている。2016年5月15日、多摩霊園で妹、小野アンナと共に功績を称えられる、記念碑が除幕され、ニコライ堂の司祭によって、聖記予しされた。ありがとうございます。